フェリックス・オーギュスト・トクレマンは、フランスの画家である、オリエンタリズムの画家の一人として知られる、ドロー・ム県のドンゼールで生まれた。リヨン国立高等美術学校で、クロード・ボン・ルフォンに学んだ後、1848年に、パリのエコール・デ・ボザールに入学し、ミシェル・マルタンド・ドロランや、フランス・ワイド・アール・ピコに学んだ。1856年に、ローマ賞を受賞した。 ローマ賞の特典で数年間ローマに留学した後、1862年にエジプトを訪れ、スケッチをするとともに、エジプト総督の王子の依頼で宮殿に装飾画を描いた。1868年にフランスに戻り、1848年には政府の依頼でパドバで15世紀の画家、アンドレア・マンテーニャの作品の複製を描く依頼を、 受けたが仕事の途中で健康を害して帰国した。1874年から1877年まで、リヨンの国立高等美術学校の教授を務めた。1877年に再びパドバでの仕事を再開した。その後パリに住んだ。1887年末の冬から気候のいいアルジェで静養したが、アルジェで亡くなった。ありがとうございます。